とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、デイリークエスト、行ってみたいと思います。3がね、あんまりないんだよね。まあ、とにかく、デイリーを3つぐらい、ポンポンポンと、行っちゃいましょう。では、まずはここだね。いきなり、難しいとこ行きます。ダメージが 50% 増加して、で重力パルスと帯電。まあ、いわゆる帯電場所っていうところだね。ここは、難しいんだけども、まあまあ、いけるでしょう。うん。このイカ装備もあるし、高回復の 6% 吸収。あれも持ってるんで、まあ、どっちかを使いながら、いきます。キャプテンいるかな？いてくれれば嬉しいな。いなかったか。キャプテン3体だね。 HP が 40% 減少して脅威が2ですね。ちょっとイマイチだったな。うん、でもまあここはいない方なのかな。あと1回か、いや2回だ。2回死んでいいので余裕でしょう。ではクリアですね。それでは報酬見てみましょう。まずは守護者253、まあまあかな。でなんだ、看守か。看守はね262をもうすでに持ってるんだ。ということで次行こう。次はここ、失われた集落だね。プレイヤーの速度が 20% アップして長弾を持ってて、敵が、凍結か。うん。まあ、20% 増加するので、動きやすくて、いいね。いい、いい。あのね、地下寺院に行こうかなと思ったんだけど、あそこがさ、あれ、ごめん。あれだったのよ。敵が変更を 50% 持ってるってやつで、さすがにそれはクリアできないかな。はい、ダメージ 40% 減少。辛くなってくるよ。キャプテンね、全部、一応倒したのよ。倒したんだけど、序盤の方でね、めちゃくちゃ出すぎて、これ後が絶対きついぞ。こっからね、まだまだ、先があるんで、これはいけるかな？相当辛そう。終わり？あ、終わりか？よかった。途中でさ、変更が、出てきて、2回やられちゃったんだよね。もう死ぬわけにはいかない。変更出なければ、こっちの攻撃力が下がったのも別に、そんな問題ないからね。いけるでしょう。まだか。これ長かったね。やたら敵がこれずっと出てきたような気がする。オッケー。氷が出てきても、この柱にぶつければ、壊せるんで、大丈夫でしょう。よっしゃ、この調子で行くぞ。長いよ、ここ。長い。終わる？もう、平和に終わらせてくれ。よし。オッケー。クリアだよね、これで。よし、クリアだ。報酬見てみましょうか。ここはね、冬の指先を狙いたいんだよね。6体全部倒したから。おお、こっちで出た？こっち？こっちか。いや、こっちで欲しいんだ。頼む。指先。きつねー。きつねかー。まあ、254の冬の指先は出たか。まあ、期待しときましょう。さあ、ラスト行こう。では、ラストはここ。初期 HP が1になるんで、結構辛くなるかもしれない。後々がね。まあ、行ってみましょう。ここは、締め具と、あと、まあ、締め具も別に、あ、いや、高パワーの締め具は欲しいかな。あと、ここは、ミステリーアーマーね。うん、あと、影の衣か。結構狙えるやつは、多いです。頑張っていくぞ。あれ、キャプテンが、いないな。
全部回ってきたんだけどね、3体しかいない。あ、いやでも奥の方に2体はいる可能性がある。でも、全部行ったんだよな。いいか、まあまあ、5体でもそこそこのやつは出るでしょう。ここを倒してから、あっちに行ったがいいよね。うん。ここをわざわざ、難しい場所に変えなくても、いいか。こっちからクリアしていきましょう。違うか？よっしゃ、オッケー。変更がなければ大丈夫。もうちなみに、1回死んでます。1回やられてる。どうしても不意打ちの変更はね、やられるんだよね。頼むよ、変なやつ出てこないで。ああ、もう最悪影カバンっていう手もあるんだけど、まあ、それは極力使わずに行きましょう。よし、じゃあ、おっ、いやいや危ねえ。あー、ちょっと待って、こいつワンパンで死ぬからね。よし、 OK、 まだ、よっしゃ、多すぎるって。どんだけ多いんだ。あぶね、なんかバシッて食らったね。おお、いるんかいお前たちが。よし、あー、重力ついてた、あぶね。でこっち側だよ。あー、いる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 。ちょっと待って、あ、やばい、やばい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 、危ねえ危ねえ危ねえ、変更変更、やばいって、これはやばい、変更のやつがいる。待って、オッケー、これなんとか倒そう。よし、最後の最後、ちょっとやめて死ぬのはここで。とりあえず1個脅威が増えた。あと1体いるかな。あーあー、危ねえ、あいつか。ちょっと待て、やりにくいってお前たちは。あ、はまってくれた、はまってくれた、あ、よかった、はまった。お前らに変更ついてたらダメだって。よし、もういないよね。あ、もうキャプテンすらいなかったか。ああ、そうか、まあこんな感じですね。クリアでーす。それでは報酬を見てみましょう。まずは、骨付き肉。最近っていうかもう、ここ数ヶ月全く使ってないよ。頼む。いいの来て。お願い。ワールウィンドか。微妙なやつが来たね。微妙なやつだよ。まあいいか。とりあえず、今日出たやつ、チェックしていきましょう。ワールウィンドは、まあ、ダメージ的にはね、100万ぐらいあるから、悪くないんだけども、エンチャがよろしくないね。回復がない。うん、ちょっと使いませんね。お供え物、キツネ、あー、クールダウンがない。ちょっと使いにくいです。そして冬の指先は、クールダウンショットがついてない。うん。ロールチャージ、アーティファクトチャージもなし。だね。冬攻撃は嬉しいんだけどね。うん。冬攻撃、クールダウンショット、アーティファクトチャージかロールチャージ。もう最高だね。最高。うん。で、黄金だったら、バーストボーストリングをついてくれればいいかな。監修。あ、これは使っていけるんじゃない？うん。キューポンと流れ込む魂がついてます。あー、できればこう採掘者があってくれれば最高だったんだけどね。まあまあ、仕方ないですね。で、守護者。ダメだダメだ、全然出てない。あれ？これ、ちょっと前に出たやつか？あ、これも良くなかったね。はい。ということで、
デイリー3個行ってみましたけども、1個もいいのが出なかった。指先とかは出てきてくれたんだけどね。やっぱりエンチャントを厳選しようとすると難しいです。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。